目は付き合いたての彼とイルミネーションデートに着ていく日のコーディネートです。イルミネーションデートはちょっとピュアな印象に決めたいなと思ったので白い H&M のシフォンワンピースを選びました。このワンピースちょっぴり透け感のあるシフォン素材や肩がねフリルになってたりあと胸元も編み上げになってて凝ったデザインがめちゃくちゃ高見えするし可愛いんですよね。オールホワイトでまとめることであえて甘さを出しています。ちょっと寒いと思うのでインナーでタートルネックを仕込みました。アウターはボアジャケットでちょっとカジュアルさもプラスしてるんですけどこのジャケットなんと GU のものなんです。すっごい高見えする。3色あったんですけど田辺的にはこのこっくりとしたブラウンカラーが一番高見えするなと思って選びました。本当に1枚持っておいたらすごいデートにも使えるしお友達と遊びに行く時もラフな感じで着れるし超使えるアウターだなと思いました。バッグと足元は女の子らしい雰囲気に仕上げたかったので明るめのカラーのベージュでまとめてみました。このブーツは田辺がご褒美買いしたマルジェラの旅ブーツです。顔周りがね結構盛り上がっているので耳元はシンプルな地金系のイヤリングをつけてみました。こんな感じでお洋服とアクセサリーのバランスをね調整するのもシャレ見えのポイントです。2コーデ目は映画館デートに着ていく日のコーディネートです。屋内デートということでミニスカートでドキッとさせる作戦でございます。このニットなんですけど袖口がちょっと太めでたゆんとしてるんですよね。これが今っぽくてポイント高しです。中にビッグカラーのブラウスをインしたんですけど襟を全部出して着ることで映え感あふれるコーディネートになっております。ミニスカートもこれよく見るとツイード素材なんです。真ん中にビジューもついていてキラキラ光って可愛いのでやっぱりクリスマスは特別感を出したいのでこういう凝ったデザインのスカートもおすすめです。このアウターは程よくゆとりのあるシルエットなんですけどオーバーサイズすぎないのできれいめな印象に着れるノーカラーのアウターです。で中にちょうどねニットも着れるぐらいのサイズ感になっているのですごく着やすくてしかも軽くてめちゃくちゃおすすめです。このアウターを着てスカートとセットアップにした感じのコーディネートも田辺的にすごいお気に入りなんですけどどうですか。ちょっとシックな感じがおしゃれですよね。3つ目は水族館デートに着ていく日のコーディネートです。最近田辺もサメにハマっておりまして水族館に行き通って行き通ってという感じなんですけれども水族館に着ていくのでなんとなくブルー系でまとめてみました。今年はブルーのワントーンコーデとかもすごくトレンドなのでおすすめです。ニットの深みのあるブルーがめちゃシャレとるなと思いまして今年もし1枚ねユニクロニットを買い足すなら田辺的にはこのカラーがおすすめです。で、あとこのレザースカートなんですけど、シルエットがめちゃくちゃ綺麗だし、あとね、色味もニュアンス感のあるアイボリーの感じが本当に上品に着れるし、通勤にも使えるなと思ったアイテムです。そしてこのアウターなんですけど、H&M さんのもので、クリアなアイスブルーの発色がさすがやなという感じで、今年はあえてこうやって濃淡をつけてブルーを合わせるっていうのがね、すごくトレンド感もあって、めちゃくちゃおすすめのコーディネートです。シルバーのアクセサリーやバイカラーのミニバッグ、スクエアトゥーのブラックブーツを合わせることで切れ味よく仕上げております。こちら同じユニクロのタートルニットなんですけど色違いで重ねてるんですよ。これが一手間でシャレ見えして見えるししかもさらに暖かくなるしで本当にいいことずくめなので皆さんトライしてほしいです。続いて4つ目はクリスマスマーケットデートに着ていく日のコーディネートです。わかりやすく赤のニットでクリスマス感を強めに出してみました。たゆんとルーズな袖の感じがもうとにかく可愛いパーフェクトな赤ニットです。2022年のクリスマスニットに任命したいと思います。で、このスカートなんですけどこちら皆さん覚えておりますでしょうか。 GU ベストバイ5の時に田辺が2位に選んだスカートなんですけどこのティアードスカートやっぱりめっちゃ可愛いですね。この赤×ブラウンの合わせめちゃ物ごつ可愛くないですか。クリスマスマーケットということでたくさん歩き回るしアクティブな印象にしたいなと思ったのでブルゾンを羽織りました。このブルゾンは GU のものなんです。スモーキーなグレーがかったベージュがとっても高見えするし大人なカジュアル感がプラスできる優秀な一枚だと思っております。おちゃっぴーな星柄のバッグとスウェード素材のブーツでクリスマスらしい温かみのあるコーデに仕上げました。
耳元は GU のイヤカフなんですけど、こちらなんと3点セットで790円なんです。ゴールドとパールのイヤカフのセットなんですけど、本当に今っぽくて高見えするのでおすすめです。最後はディナーデートコーデです。このコーデはとにかくレディーに仕上げたかったので、女性らしいワンピースにピンクのコートを合わせました。このワンピースは H&M のものなんですけど、深めに開いた V ネックのデザインや細かいドット柄がとってもレディーな雰囲気で着られるなと思ったので選びました。中には普段からヘビロテしている GU のバックオープンキャミソールを仕込みました。アウターはピンクの色味がめちゃくちゃ可愛くないですか。絶妙なダスティーピンクで、ピンクなのに大人っぽく着れるっていうのが田辺的に推しポイントです。最後にピョーンと飛んできたマフラーはこちらも GU なんです。今年は機毛感のあるモフッとしたマフラーがトレンドで、デートの時は顔周りにこうやってぐるっと巻いてあげると女子度がアップするのでおすすめです。シャランと持てるファーバッグや揺れるピアスもモテポイントです。足元は華奢なブーツでレディーにまとめました。クリスマスデートコーデいかがでしたか。皆さんもこの動画を参考にクリスマスデートを思いっきり楽しんでいただければ嬉しいです。この動画が面白かったなとか興味を持っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。メリークリスマス。お願いします。